今回は最新話の黒ひげの発言から能力者狩りがどうやって行われたかに気づいてしまった読者の反応集を紹介します。黒ひげ海賊団の能力者狩りは一旦完全に身に戻してるんだな。シーザーのスマイリーの時と似たようなやり方なのかもな。パンクハザードでスマイリーが死んだ時に近くの果実が悪魔の実になったのと同じことをやってるんじゃないか。能力者狩りしてたバージェスもドレスローザで風呂敷抱えてたし、あの中に悪魔の実に変える用の果実入ってたとか、この中に果物入ってたのかありそう。風呂敷模様が悪魔の実っぽいのが意味ありそうな。個人的にはプラス闇闇利用してんじゃないかなと。闇で飲んで殺すと能力悪魔が逃げられないから後からでも対応する果物を放り込めば悪魔の実完成とかできるのでは。ニューゲートの時も暗幕の中で果物変化させてたのかな。悪魔の実のメガニズムを知られたくなかったから隠したんかな。悪魔の実リスポーンはランダムだけど闇闇の引力で自分の近くにスポーンできるようにしたのかな。悪魔を逃さないイメージで。海軍にも強力な能力持ちが多いのは身の悪魔をずしずしで捉えてたからかな。赤犬が旧友の藤虎を呼んで身の確保に貢献してたからガープ以上の天竜人嫌いでも上層部に推薦されてたのかもしれん。さすがにその考察は無理があるんじゃないか。そんな悪魔の実があったらゼガヒでも政府はずしずしを手に入れるだろうし黒ひげも手に入れようとするからそれに関わる伏線が一つもないのはおかしい。そもそも一生が海軍に入隊した理由は世界徴兵令だから杯云々も関係ないと思う。というか一生と杯の性格上、そこまで仲が良いとは考えられない。能力者が死ぬ、近くの果実に悪魔の実が乗り移るなら簡単すぎてなぜ誰も気づかなかったんだってなるから闇闇でしかやっぱり取り出せないんじゃないかな。そうなるとスマイリーが謎だな、シーザーはリサイクル前提に爆発させたんだろうし。スマイリーの側に何が特別な調整してるとか。今回ゴルゴルみたいに戦闘以外にまで使えるのが判明したのもやばいよね。微妙な能力の実もいろんな国や富豪に高値で吹っかけたり交渉材料のために使える。ほんと布の中に隠れたのがノイズなんだよな。あれがなければ実にして食ってるで確定で良さそうなんだけど。死んだ時に近くにある果実が変化するって事前に知ってないと案外盲点になると思うんだよね。そんな都合よく起きてるとは限らんし。そうだよな、そもそも戦闘時に近くに果実がある状況の方が少ない気がする。仮に近くに果実があったとしても命を懸けた戦いの最中で近くの果実に注目なんていかないし、特急が常にリンゴ持ってるのもそういうことかもしれないし、ティーチがそれに気づいたのも能力者だったおばあちゃんが病気とか飢餓で死ぬ寸前にティーチがばあちゃん、元気出してくれ。リンゴ取ってきたぞ、これ食って元気になって、間に合わずおばあちゃん死去、手にしたリンゴが悪魔の実に、っていう展開だったり、白ひげってティーチたちがガサガサやり始めるより前にもう死んでたと思うが、死んだら近くの果物店員ならあのタイムラグが謎だ。スマイリーは確か死と同時だったよな。未だに謎なこのシーンもそろそろ種明かしされるのかな。ベガパンクも悪魔の実の伝達条件を知ってるみたいだし。ある程度解明されてるからがあるんじゃないか。それでも極秘事項だろうから普通は知らんような情報というだけで。政府にいたような科学者以外にももっと広まってそうっていうニュアンスのつもりだったんだ。アラバスタがジャッカルとハヤブサ抑えてるっぽいあたり知ってるやつは知ってるっていうのはそうだと思う。悪用されることを恐れて悪魔の実の復活条件を政府は公表していないんじゃないか。こんなこと公表したら黒ひげみたく悪魔の実を奪って力をつける犯罪者が大量に現れるだろうし。近くに果実がある環境じゃないと気づかないからな。とはいえ気づいた人ゼロってのも変だとは思うが。能力者が死ぬ時って視線は能力者に集まってるだろうし近くって言っても本当にすぐそばにない場合は音とかしない限り気づかんだろうとは思う。一番近い果実が海に漂流してたりまだ木に実ってるものとかでも気づかないだろうし。ただ前任者が推定岩の国で死亡したと思われるマネマネとバリバリの実が遠く離れたイーストブルーでリポップしたから近くに実ってる果実に移るというのも違う気がする。食べた能力者がイーストブルーにいたってだけでリポップ地点やどこで食べたかは判明してないぞ。確かにボンちゃんとロメオもグランドライン入ってから手に入れた可能性もあるな。岩の国でリポップする、海外へ運ばれる、二人がどこかで手に入れたかもしれない。特にはの国は鎖国国家だしな、間にもう一人ずつ挟んでるのかも。クロスミのジジババ、ワノ国にリポップ、百獣海賊団が食べる、イーストブルー遠征中に死亡、イーストブルーでリポップ、バルトとボンちゃんが食べる。まあ百獣がイーストブルーで命落とすようなことないか。ふわっとした農業になるけど能力者が死んだら中に入ってた悪魔が出てきてその辺の果実に入っていくとか。どこかに行くのを防ぐために布で囲ったっていう可能性はあるよな。かなりアナログな方法だけど。マムが能力継承したのはマザーの中にいた悪魔ごと食べたから、ってこと。それかあの食卓に果物も一緒に並んでてマザー食い殺した直後にそっちも食べたとか。普通ならまずいから気づきそうなもんだけどあの時のリンリンなら見どうでも良さそう。いや、描写的にあの時机の上にあったのはセムラで作られた黒缶ブッシュだけだからそれはないかと。
まあ、セムラの飾りに果物を使っていたって考えられるけどね。ただマザーをマザーに宿る悪魔の実の力ごと食べたって方が自然だけど、悪魔の力を吸い取れる闇が特殊なのかと思ったらバージェスが普通にルフィを襲ったしな。拘束して連れて帰ろうとしたのかも。あの生きるか死ぬかの状況で実力者を拘束しようなんてするか普通。いやしそうだなあの海賊団は。だとしてもなんかおかしいし、これまで悪魔の実が奪われた事案の元能力者全員が死んでることから多分拘束しようとしていたわけじゃないと思う。ウルはともかく使うはローのままでやるんじゃない。悪魔の実は近くにある特定の果実にしか乗り移らないとか。そして乗り移れる範囲内に特定の果実がないとランダムで世界中の乗り移れる果実に乗り移るっていう感じ。そうじゃなかったら本編内の悪魔の実図鑑に悪魔の実の画像が載らないはずだし、いちいちワンピースマガジンで描かれることはないだろうし。ベガパンクが悪魔の実の伝達条件を調べていたみたいだからどのように悪魔の実が出現するのか解明しているかもしれない。もしそうだったら元同僚のシーザーなら悪魔の実のこの特性を知っているはずだし、だからあの時リンゴを持っていかせたのも説明がつく。あくまで自分の考察の一つなんだけどね。能力無効化だけじゃそこまでして求めるものとしては微妙だし黒ひげが闇闇を狙ってたのは能力者仮に必須な能力だったからの可能性もありそうだよね。闇闇より強そうな能力はいくらでもあるのに長年闇闇のみを狙ってたのはまだ明かされてない秘密がありそう。能力ダッシュに闇闇が必須だと仮定してて1はそんな重大情報をどこで知ったのかって疑問も出てくる。悪魔の水感で得られるような情報なんてたかが知れてるだろうし。少なくとも白ひげの船に乗る以前から闇闇を狙ってたとなると背後に情報を与えた人物がいるかもしれない。黒ひげって白ひげと出会う頃にはボロボロの孤児だったからな。普通の恋がそんなこと知るはずもないだろうし、かといって黒ひげは白ひげの船に乗る前から計画を立てていたみたいだし船に乗った後に知ったってことはなさそう。おそらく、黒ひげが孤児になる前にそんな情報を持った人物から教えられたかと。そうなると、教えたと思われるかなり人物は絞られていくし、黒ひげに関わりを持つそんな人物といったら現状、世界の王になろうとしたロックスしかいないんだよね。やっぱりロックスの息子なのかな黒ひげ生まれた年がゴッドバレーと同じ年だし。なんならロックス本人が闇闇の能力の前任者だった可能性もある。白ひげが闇闇にあんま驚いてないイコール見たことがある、ってのでロックス闇闇説たまに見るね。ハンコックの時、あの場で殺すならメロメロは諦めたのかと思ってたけど死体から身の状態で取り出せるなら諦めてなかったってことか。外見で何の身か判別できるイコールデザインは見事に決まってる。はずなのにアホロートルの実はベースとなった果実にそのまま模様がついた感じだったので、ベースになる果実は悪魔の実の種類で決まってて。狙って実をゲットしたいなら能力者を殺す際に果実の種類特定と準備が事前に必要な感じかな。最近はアンマガで明かされたメロメロとか初にサクランボ変形させた見た目だったしな。むしろリンゴがあの見た目まで変形してったらさすがにビビるし対応する果実が決まってるって方がしっくりくる。黒ひげは頂上戦争の時どこに果物隠し持ってたんだと思ったけどパンツの中か。んなわけないだろ2年前のフランキーじゃあるめえし。功労されなくても民間で勝手に見つけて広まりそうって話じゃないのか。